来年9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会が日本テレビ系で放送されることが決定した。ラグビーワールドカップ2019大会ロゴ前回2015年のイングランド大会で日本代表は過去優勝2回を誇る強豪、南アフリカを破るなど3勝を挙げる大躍進を見せ、大いに話題となった。それから4年、地元開催となる2019年大会は、ジェイミー・ジョセフへ。ドコーチのもと、日本代表史上初の決勝トーナメント進出を目指す。また、現在ワールドカップ2連覇中のニュージーランド代表、オールブラックスを、筆頭に、異次元のパワースピードスキルを持った、怪物、たちが日本に集結。世界最高のラガーマンたちによる、世界最高の戦いが繰り広げられる。日テレは、2007年のフランス大会からラグビーワールドカップの放送を行ってきた実績があり、4年に一度、ではなく、一生に一度、の大会として心に刻まれるよう、その魅力を最大限お伝えできるような放送を目指してまいります、としている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。